回用意したのは AE86 カローラレビン、しかも 4AG を搭載した限りなくノーマルに近い個体だ。この86をドライブするのはもちろんドリキンこと土屋圭一その人である。 4AG はね、ほんと金かかったからね。もうチューニングして壊れて、チューニングして壊れてって言って、行き着くとこまで行って5A になって、で 5A もそうだったんだけど、やっぱ 5A もチューニングしてチューニングしてどんどん壊れてって、で最後 7A に行き着いてみたいなね。だからもう15年ぶりぐらいじゃない、 4AG に乗るの。これはね、なんかこう、ここからあの僕の人生が始まったかなっていう車ですよ。まずは筑波山でファーストインプレッション、86との思い出を語ってもらった。1985年だったかな、まあ、富士クレシマンレースっていうのがあって、そこで6連勝して、そこから、まあ、TRT の方からグループ A っていうね、世界選手権がある、それの全日本選手権狙いだっていうのがあって、まあ、本当にだから僕をプロにしてくれた車ですよね。ずっと持ってきましたね。シルビアとかセグンとか FD ね、乗り継いで、で、まあ、プロになって3G の GTR とか NSX とかに行くんですけど、やっぱりそのプロになってからもね、なんかいい車に乗っちゃうと下手になってくんじゃないかなっていう自分の中でね。そこからまた86を買って、86で練習するんですけどね、ずっとこうアマチュア時代からプロになってからも僕を鍛えてくれた車ですよ。この車がなかったらおそらく僕はプロになっていなかったと思う。そしてステージは筑波サーキットへ。久々になんかこう86のね 4AG のノーマルに乗ります。本当にあのアマチュア時代を思い出しますね。懐かしいね、なんかね、 4AG ってはこんな感じだったなっていう、 4AG 乗るのが久々なんて、なんか昔を思い出しましたね。